半端なく、この間の事故で唇が触れ合った瞬間など、史上最もヤバいと思っていた霊が一発で天へ召された。さらにはその後も一週間ほど霊障とは無縁の日を過ごせた。これは俺の人生史上初となる快挙である。事故中様々だ。まあ、これで調子に乗ってしまい、再びこのざまなのだが。というように、幾度となく、吉光に助けられているのだが、本人は自分が見たものしか信じない頑固者なのか。何度説明しても感謝しても、かたくなに信じてくれない。吉光も、友人たちも、俺のことをよく体調崩す、吉光大好きやろうと思っている節がある。まあ、俺としては、吉光に避けられなきゃ何でもいい。何せ命がかかっている。吉光。Yep.